こんにちは、かけまです。リスナー様からマクドナルドのスパチキレビューしてほしいというご依頼がありましたので、先日の日曜日にですね、 USJ 行く前にちょっとレビュー撮ってきましたので、よかったら見てください。それでは今日はちょっと寒いんで、マクドナルドですね、スパチキですね、レビューしに行ってみようと思います。ほんまは今日ちょっとアルミテープやりたかったんですけど、雨降ってるしちょっと寒いので、週明けちょっとやってみようかなと思ってます。すいません。あ、ドライブスルー混んでるかも。マクドナルドめちゃめちゃ人多いじゃないですか。スパチキのセット、はい、コーラとポテトでお願いします。はい、以上です。はい、ただいます。お会計500円です。はい、スパチキのセット500円ってめちゃめちゃ安いですねここやっぱ狭いわ。すいません。はい、あ、持ってないです。はい、ありがとうございます。スパチキゲットいたしました。怖いんすよね。じゃあまた例のごとく岸壁の方に行ってみましょう。雨降ってきた。岸壁のとこまだあの屋根があるからね。あ、道路きれいになってる。おっしゃー、駅も。きれいきれい。割に雨降ってきましたね。あ、道路直してくれてる。変えてからあのワイパーこの辺でガガガって言えへんようになりましたわ。いいですね、このおっしゃい駅。シンク屋さんもあの結構人入ってますわ。みんなずっと自粛してたから今日結構外出てるんですかね。お、ボルボ。さっきあのタイプ R あの2000台しか日本で売れへんかったあのあれシビックのはずですわ。どっか行っちゃいました。
晴れてるんですけど雨降ってるみたいな。あ、教習車。はい。間もなく到着です。参りました。この間の嫁さんが食べてたんでなんか美味しそうやなって僕も気になってたんですけど、これがスパチキの中身です。チキン揚げたチキンをパンとレタスとなんかトマトソースケチャップですかね、かけられてます。それではまずポテトですね。揚げたてマクドのポテト揚げたてめちゃめちゃ美味しいですよね。うまい。それではスパチキ、お味の方チェックさせていただきたいと思います。うん、ちょっとねスパイシーですね。胡椒っていうんですかね、なんかすごいスパイシーです。でなんか辛みのなんか、タバスコみたいなちょっと辛さが後できて、ほんでケチャップのまろやかな甘みが、酸味と甘みが後で来る感じですね。ちょっとコーラがないときついかもわからないです。でも美味しいです、すごい。マスタードかな、マスタードだよね。辛子じゃん、辛子タバスコやな、これ。結構なパンチの辛さです。うまい。でもスパチキ、セットで500円ですね。コーラとポテトとついてお腹いっぱいになりますね。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。